こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日はコンテンツサポーターと一緒にカストルムメリディアヌムに行きます。それでは、まずコンテンツ情報のコンテンツサポーターのカストルムメリディアヌム。またちょっと洋服が変わりますね。これに行きます。自分は戦士です。いや、前回白魔道士ソロで行った時のカストルムメリディアヌも覚えてます？あのリビアでしたっけ、あの女の人と戦う時に砲弾撃たなきゃいけなくてめっちゃ時間かかったんですけど、なんかあれも調整されてるんじゃないかって思ってて、確かそんな感じだったような気がするんで行ってみます。お、こういう感じのお洋服、よし、じゃあ行きます。そうだ、お化粧あげるのはいつも忘れる。確か、なんかを止めるんでしたよね。え？忘れちゃったんですけど、このまま進めばいい？これ止めるのないのかな？え？合ってる？てか、なんか地図変わった？こんなでしたっけ？あ、もしかして止めなくても勝手に？どうしたけど、
なんか手動で止めなくても勝手に敵を倒したらなんかバリアみたいなの解除されてくって感じなのかな。なんかそういう全てのものが変わってます。変わってるんですね。全然自分で解除しなくていいんだ。よし、行きます。なんか一回出てきた。何が何やら来たよ。なんか大きいな。何か力をつけた方がいいのかな。え、なんか溜めてる、なんか溜めてる。溜めてきた。えらいことになってる。私これでいいの？なんかバフを変えときましょう。なんか何が何やら。よし、シドからなんかラストシュートがないか探してみてくれ。はい、
次は、聞いてくれ、そっちに高速はどーく、駆逐艇が向かうのが見えた上空からの爆撃に注意するの。了解です。これ前かなり道に迷ったんですよね。ちょっと何すればいいのか全く分からなくて、今回は大丈夫かな。こういう爆撃も避けてるってこと？コンプターは。偉いですね。やったー。そして、中ボス。やったー、今んとこ全然道に迷ってない。いい感じ。
てるよ、コンポタ。離れた方がいいってこと。え、ここに来ればいいんじゃない？また離れてる。ここでいいのかな？やったー。チラシドだ。警備システムの制御盤を見つけた。待ってろ。封鎖された障壁を開いてやる。それとな、窓アーマー一つ拝借した。扉の先で防御装置崩壊しました。障壁か。あ、だが便利なものに乗ってるからな。こいつの砲撃でぶち抜いてやるぜ。やっはー、おじさん健在。めっちゃ道に見つけた。あれが高出力魔導フィールドだ。俺が魔導アーマーで打ち壊す。敵を引きつけてくれ。わかりました。めちゃめちゃ道に迷わないでいいですね。私かなり迷いましたよ、お前。やっぱちょっと本当次何にしたらいいのか分かんなくて。
がなんか来たし。もう何が何やら。なんか今当たった気がする。申し訳ない。こんな感じになってるかな、リビア。行きます。あ、なに、あ、そういうこと。いきなりあの砲弾はないってこと。助かる。あ、どうしよう、無理かも。え、どうしようこれ。え嘘でしょ？どこ？どこにいるの？もうあかん、これ。
ました。なんかやばい、とりあえずコンポタのそばにいるの信じけば一番安心だよね。これいいの？誰かがリミットブレイクを使った。あ、ここで終わりでしたっけ。砲弾なくなってましたよ。一回も出てこなかった。やったー、前の時より道に迷うことなく全然スムーズにクリアできました。では脱出します。